はい、おはようございます。ゆるりです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ワンちゃんを飼育されている方にとてもお得な情報をお伝えしたいなと思います。まず僕はですね、福岡県北九州市でイノシシを専門に有害鳥獣駆除活動をやっています。まあ、その時にですね、活躍しているのがこのね、猟犬家臣で、リキとでアスカになります。で、僕たち両親にとってですね、犬の活躍っていうのは非常に大切なもので、僕たちにはわからないイノシシの居場所をね、このね、猟犬たちが教えてくれます。そういったところからですね、僕たち両親っていうのは日頃から猟犬をね、非常に大切にしています。法的に定められている狂犬病の、ね、予防接種はもちろんなんですけれど、混合ワクチンの、ね、接種、あとはですね、ノミダニフィラリア、特にですね、ちょっと待てよ、絶対ね、カメラをね、あのね、当たるんよ、カメラが当たるんよね、ノミダニフィラリアなどですね、この防虫対策、これにですね、特に力を入れています。皆様はですね、いろんな薬試していると思うんですけれど、僕漁師がね、使っている薬はですね、こちらになりますね。ネクスガードスペクトラになります。で、こちらなんですけれど、中身をですね、開けてみますとこんな感じになってまして、これがですね、ダミーですね。で、1ヶ月分といった感じです。で、僕がですね、購入しているのは、超大型犬用ということでですね、映ってるかな、30キロから60キロのワンちゃん向けです。なんでこのね、一番大きなやつを買っているかというと、猟犬家臣はですね、体重24キロで、リキはですね、体重が13キロで、アスカがですね、およそ13キロからまあ14キロぐらいというところで、3頭合わせるとですね、まあ、大体まあ50キロからまあ55キロぐらいというところからですね、この30キロから60キロ用のやつを買ってですね、これを3等分に切っています。今4月の末にこの動画ね、撮影しているんですけれど、今月分はすでにね、与えておりますので、ちょっとね、開けることができないんですけれど、中身はですね、こんな感じのね、ペレット風になっています。で、僕はいつも、ナイフでですね、3等分に切って、で、さらにですね、そこから食べやすいように切ってですね、この家臣とリキとアスカに与えています。一応、まあ、サイトにはですね、おやつ感覚で与えることができますというふうに、まあ、歌っているんですけれど、これはね、個体によって大きく変わります。家臣とアスカの場合はですね、そのものだけではね、食べませんので、おやつと一緒にこうごまかしながら食べさせるような感じです。で、リキの場合はですね、何をどうしても絶対に食べませんので、薬のような感覚で、水でね、こう半ば強引に飲ませるような感じで与えています。ですので、細かくね、リキの場合は切って、与えているような感じです。で、中にはですね、例えばその薄切りのお肉にくるんで与えている方もいらっしゃいますし、毒うどんにね、混ぜて与えている方もいらっしゃいます。僕はそれでもなかなかちょっと食べなかったりするし、どうしてもその自分の目の前でしっかり食べているのを確認したいので、家臣アスカにはジャーキーを与えながら、このね、ネクスガードスペクトラを与えているような感じ、リキにはですね、まあ、半ば強引にね、飲み込ませているような、ね、まあ、感じですね。実際のね、まあ、効果の方なんですけれど、まあ、僕はですね、犬ではありませんのでわからないんですけれど、ただ事実だけを言いますと、この家臣とアスカは、ヌタ浴びをします。まあ、ヌタ浴びっていうのは何かと言いますと、まあ、要はね、イノシシとかシカがノミダニから体を守るために泥をですね、体につけます。で、そのね、はっきり言って汚いヌタにですね、この家臣アスカはね、入ってね、もうべちゃべちゃにします。ですので、あのヌタっていうのは非常に菌が多くてですね、そのヌタ浴びをしたせいでですね、回線症に危ないよ、危ない、回線症にかかるワンちゃんもこれは少なくありません。ですけれど、家臣リキ、アスカは今までですね、一度も回線症にかかったことはありませんし、
フィラリアにはねもちろんかかったことはありません。で、この家臣なんですけど、今現在3歳半なんですけれど、我が家に来た半年ぐらいからね、毎月このネクスガードスペクタルをね与えています。一番最初ね与えた時っていうのをね未だに覚えているんですけれど、与えた時にですね、10分後体からですね、ゴマよりも小さなものがですね、わら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 出てきたのをね、未だに覚えています。まあ、それがですね、飲みなんですけれど、そんな感じでですね、今まで与えたことない方で、ワンちゃんに、飲みがね、いる場合はですね、注意深く見ていると、そんな感じでね、飲みが出てきますので、その時点でですね、効果が非常に高いと感じると思います。ちょっとあんたたち、ちょっとごめん、もうちょっと危ないからね、カメラに当たるからね、暴れるとはいいけど、ちょっとこっち来とってね。はい、ということで、ちょっとね中断したんですけれど、のみ、ダニ、フィラリア、あとは改善症などのですね、虫に関するトラブルはこのネクスガードスペクトラで全て解決します。ですので、僕はね、これをね、毎月与えています。こんなね良犬たち、ハードな使い方してもですね、効果はね持続されておりますので、皆さんのようなですねペット犬、愛玩犬を飼われている方にはですね非常に効果が高いというふうに思いますけれど、これっていうのは効果を保証するわけではありません。あくまでも僕の体験談を皆さんにお伝えしているだけのことですので、その辺ですねご理解の方よろしくお願いします。で、これからですね皆さんに対してですねお得な情報なんですけれど、僕は、最初ですね家臣に病院から処方してもらったネクスガードスペクトラを与えていました。ですけれど非常に高いので、まあ、どうにかならないかなと思っていたところ、ウサパラっていうね通販のサイトを見つけることができました。海外からの発送なので、中にはですねちょっと不安だなって思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれど、僕はこの3年間ずっとウサパラから購入していますので大丈夫だと自信を持って言います。ただ一つだけ注意していただきたいことが、海外からの発送になります。場所はですね香港であったりシンガポールであったり、その時々によって変わるんですけれど、ご自宅まで到着するまでに約2週間かかります。ですのでそれを分かった上で前もって注文することが必要となります。でサイトの方なんですけれど、すべて日本語で記載されておりますので、安心して購入することができます。でこの動画をご覧になっている方だけの特典なんですけれど、概要欄にリンクを貼っております。そのリンクからウサパラの方ですね入っていただいて、キャンペーンコードを入力していただけると2023年8月の31日まで 5% オフで購入することができます。これはお一人様1回限りとなっておりますので、この機会にですねまとめ買いをお勧めしたいなと思います。僕は毎回ですね、半年分をまとめ買いしています。ですので、こんな感じでですね、2箱あるような感じですね。この裏にですね、僕の場合は5月、6月、7月と書いていて、与えるのをね、忘れないように書いています。こちらもですね、開けて、8月、9月、10月というふうに書いていて、で、10月の頭になると、このねネクスガードスペクトラをまたね、海外から、まあ、個人輸入して、購入しているという感じです。先ほどね、話にもあったように個人輸入っていうとかなり難しくね感じる方もいらっしゃるかもしれませんけれど、ものすごく簡単ですね。概要欄にリンクを貼っていますので、リンクをクリックして会員登録していただいてキャンペーンコードを入力するだけで OK です。すでにですねウサパラのサイトをご利用されている方、会員登録されている方もですね概要欄のリンクからクリックしていただいてキャンペーンコードを入力していただけると 5% オフで購入することができますので、まあ、この機会にですねまとめ買いお勧めしたいなと思います。どれぐらいね安いかというと、僕がいつもね購入している動物病院と比べると半分の金額で買うことができます。ご自身のですね通われている動物病院によってはそのね割引額
変わるかもしれませんし、別サイトとで比べてみて、このウサパラの方が安いと、 5% オフの、ね、金額の方が安いと感じたらですね、ぜひね、そちらのサイトをご利用していただければと思います。はい、ということで今回はですね、こちら、ね、ネクスガードスペクトラのご紹介となりました。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。よし。